やっぽーん、ムクエナです。はい、はい、今日はちょっとエナピーにね、うん、物申したいことがあって今日ここに来ました。エナピーさ、うん、めっちゃグミ好きじゃん。はい、あ、そうだよ、だって今日のカバンとかに入ってるのよ、グミ。そう、グミをいつもね、カバンに入れてるんだけど、で、ついさっき、言ってたことがありますね、思い出してください。自分、見なくても食べたら何のグミか言い当てられるって。そうなの、でもそれはでもさ、みんなそうじゃない？だって食べたことあるでしょ、大体。いやでもね、私はそれを聞いて、買ってきちゃいました。ガチガチで。そう、さっきね、エナピーには内緒でちょっとグミを買ってきたので。マジ？今日はエナピーにグミを目をつぶって言い当ててもらいます。いやでも実際にね、いや私これいけると思うんだよね、本当に。でもでもさっき本当にいけると思うから言ったんだよ。確かに、うん、確かに。だけど絶対に食べれると思ったから、うん、だからこの動画全然面白くなっちゃうかもしれないし、面白いかなくなっ当てちゃってあんま面白くないかもしれないけど、大丈夫ですか？絶対私は無理だと思うので大丈夫です。ということで早速いってみるか、うん、せーの、ムクエナチーク。はい、ってことはだから目隠しが必要なんでしょ。いや、はい、では押してください。あ、もう押して。もうなんか緊張してきた、なんかなんか緊張してきた、なんか面白い、楽しい。いきまーす。どうですか、見えませんか？見えるわけないやろ。なんか鼻から出てるよってくる。なんかこう、あ、こうか。そう、あ、ここ隠すんだ、ここ。違うよ。え、あ、これ中に入れんの？わかんない、鼻のクッションなのかな。え、じゃあこれどこじゃ。わかった、裏になってる感じ。じゃあエナピーに今日は7種類のグミを買ってきました。まずこちらね、これ、これね、からのこれ、からのそれは一番やばい、これおなじみのこれ、あ、皆さんやばい、これね。待って、めっちゃ本当にでもめっちゃ緊張してるこれ。じゃあまず簡単だから、簡単、ちょっと黙って。ではまずこちらからいってみたいと思います。あい、ピュレグミのグレープでしょ。あー、正解。うん、じゃあ次。あー、果汁グミのブドウだ。正解。じゃあ、ちょっとここでこれとかいっちゃいますか。あ、大好き、男梅。正解。え、あといくつ？あと4つ？あと3つ？4つ、あと4つ？ 4 つか。じゃあこれいきますか。これさ、名前答えれるかなみたいなのあるよね。誰これ大したことないじゃん。でも味はスポーツドリンクの味がする。それは正解。でも名前が出てこない。じゃあ答え言うわ、もう。あ、もう教えて。はい、正解は、カンデミーナ。あーね、絶対聞いたことある、これ友達がよく食べてたわ。え、まだどうする？いや、これ1問だけ間違えるだけだとしたら、まだ許して。あー、なるほど。あ、次これ、あ、フィットチーネのコーラです。はい、正解。じゃあ次これね、形は結構ありがちな形だから、これ当てられたらうち的にすごいなって思う。サワーズじゃない？サワーズだけ、あいつの名前正解なんだけど味が分かんない、これは答え教えてほしいわ。分かん、持ってあげ、はい、お手あげ、はい。あんず飴。はい、はい、いい。あー、これ超好きだ私。え、これあのね、すっごい美味しいから。なんで最後そんなための、早くして。では言ってください。ねえ、何、早く言って。分かったから、早く。一瞬美味しいかもってちょっと思ったかもしれないか。絶対。あ、男梅じゃない、男梅じゃない。ああ、男梅。ああ、待って、マジ、くだい、マジ。だって、ちょっと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 。
ヤバミヤバコ。以上、ムクイナです。以上、ムクイナでした。